皆様こんばんは、まいまいです。今回は新作のキッタとか新作じゃないキッタとかマスキングテープとかいろいろロフトで購入してきたので、そちらを紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。それではキッタから見ていきましょう。新作のキッタはこちらの3種類だけで、こっちは前からあるキッタになってます。では見ていこう。で、今回新作のキッタは4月27日の水曜日発売になってます。全12種類ですね。私はそのうちの3種類を買ってきました。では1個ずつ見ていきましょう。こちらはレトロっていう柄で、プリントがね、わかりますかね、 UV インク、 UV シルクプリント、 UV シルク加工で、ちょっとぷっくりとしたような感じのプリントになってます。これは今回のキッタで初の試みみたいです。次はこちら、写真のプリントしたような感じのキッタ、フォトですね。こちらはまあなんだろう普通のキッタですね。で、なんでこれを買ったかっていうと、結構ね、こういう写真プリントのマスキングテープとかってこういう形のあるんですけど、100均とか海外シールとかで。切ったのはね、なんかすごい解像度が綺麗な気がして買ってみました。12種類あったのでどれ買おうか結構迷ったんですけど、これもね使ってみたくて買いました。全部後で貼っていきますね。で、こちらがクリアタイプのキッターですね。かわいい。風景、こちらはイラストレーターの宮下のどかさんのデザインになってます。多分ね、貼ったらもっと透け感があって可愛いと思います。大和飛行機と自転車と、あー可愛い、鳥さんと車とボートみたいな感じの柄です。で、なんかね、新作のキッタを見に行ったら、ロフトでキッタの売り場が拡充されてて、まんまとね違うキッタも買ってきてしまいました。こちらは新作じゃないんですけど、さらっと見ていきましょう。可愛い、なんだろう、蝶はね、多分この1個だけなんですけど、可愛い、北欧風の蝶々って感じですよね。なんかリアルな蝶々は苦手なんですけど、こういうワンポイントの蝶々は可愛らしいなと思います。色合いがすごく大人っぽくてね、くすんだ感じで可愛いなと思いました。次は細幅の切ったキャンバスっていう切ったになってます。細幅の切ったは何種類か持ってて、こちらは可愛いなと思ったので買ってみました。ではこちらをノートに貼っていきましょう。はい、キッタをノートに貼ってきました。今回からルーズリーフミニに貼ることにしました。このね、前作ったマステ帳が結構いいなと思ったので、こちらのキッタバージョンを作ろうと思って、今回からキッタをルーズリーフミニに貼ることにしました。では1枚ずつ見ていきましょう。そうそう、閉じても可愛いキッタ可愛いですよね。持ち運びしやすいようにこんな感じでケースになるようになってます。で、こちらが UV プリントが施してあるキッタですね。すごいね、手触りがね、本当にプリントのボコボコぷっくり感があって、すごくなんかね、いい感じの手触りになってます。で、わかりますかね、この縁取りがね、この四角い周りの縁取りがフリルっぽくなってるんですよ。伝わるかな。で、絵にしてみるとこんな感じの加工がされてます。で、もう一つ UV プリントはマップっぽい、マップっていうね、多分キッタが出てるんですけど、それがこの直線状の縁取りになってるそうです。なんか細かくて面白いですよね。このレトロっていう柄はこんな感じです。これは人気あるんじゃないかなと個人的に思います。次はこれ、写真のやつ、フォトはこんな感じです。このカーテンの立体感とかすごい素晴らしいなと思います。やっぱり解像度が綺麗なので、貼ってもすごい綺麗なキッタですね。次はこちら、これですね、風景っていうキッタです。やっぱり貼ってみると透け感が出てとても綺麗ですね。
なんか夕暮れ時の空みたいなのとか表現されてて、あと水が青がね綺麗だったりして、すごい私の個人的な感想なんですけど、こちらも人気が出そうなキットかなと思います。やっぱり買ってみると違いますよね。次はこれ、かわいい銀の箱押しがキラッとしててとってもかわいいです。これですね、星座と、なんだろう、お花雲なのかな、すごいかわいい。で最後はこちらの細幅のキットですね。全部ポイントにするとかわいいかなと思います。はい、キットについては以上になります。新作は12種類も出ていて、すごいねかわいい柄がいっぱいあったので、私もなんか買い足そうかなって感じのね、かわいい柄がたくさんあるので、ぜひチェックしてみてください。では次はマインドウェーブのマスキングテープとバーサマジックのドゥードロップを買ったので、こちらを紹介します。新作のキットだけを買いに行ったのに、なぜか買ってしまいました。不思議不思議ではないですね、かわいいから買ってしまいました。ではこちらはノートに貼っていきましょう。ノートに貼る前にパッケージを紹介し忘れていました。1個開けちゃったこれはね、こんな感じのパッケージで、30ミリ幅の太幅のマステが3メートル巻きですねになってます。こういうレースタイプのレースっぽいマスキングテープですね。でちょっと似たような感じのやつがこちらですね。レースのティンレース、細いレースってことかな。15ミリ幅の5メートル巻きになってます。で次はグラフチェック方眼ってことかな。こちらも15ミリ幅の5メートル巻きですね。こんな感じのブラウンチェックになってます。でマスキングテープ最後はデイジー。これめちゃくちゃ可愛いんですよね。透けてて赤でデイジーってもう最強です。はい、こんな感じになってます。でバーサマジックも一応パッケージ紹介しておきますね。ミッドナイトブラックを買いました。これね黒なんですよね。店頭で見た時はちょっと青みがかってるかなって思ったんですけど、今見た感じだと黒ですね。で私は黒が欲しくって、水性の黒が欲しくて買いました。こちらも後で押していきましょう。では今度こそノートに貼ってきます。ひとときノートに貼ってきたので見ていきましょう。まずは太幅のマステですね、こんな感じで、こっちが細幅です。色は一緒ですね。レースの感じが違うだけで色は一緒です。でこっちがブラウンチェックで、こっちが赤い透け感のあるマーガレットです。でこっちのレースが白い紙だと見えにくいかなって思ったんですけど、全然そんなことないですね。白い紙だと逆に色がよくわかるかなと思います。で一応こっちのクラフト紙にも貼ってみたんですけど、クラフト紙はクラフト紙で目立ちますけど、多分ねこっちの方が、白い紙の方がわかると思います。こっちの2つも貼ってみました。かわいい。このマスキングテープ自体は去年発売されたものだと思うので、もし見かけたらチェックしてみてください。では次ではバーサマジックのデュートロップミッドナイトブラックを使っていきたいと思います。よいしょ、真っ黒ですね。でなんでこちらを買ったかっていうと、このね色模様の墨色は油性なんですけど、これを使うとねスタンプがねこんな感じで汚れちゃって、これの汚れがねなかなか取れないんですよね。なので黒だけど落としやすいインクが欲しいなと思って、こちらの水性タイプを買ってみました。水性だったら落ちるといいな。こんな感じの今綺麗な印面です。石石さんのハンコ汚れませんように。油性は油性で水っぽくなくて、なんかねはっきりした感じで押せて好きなんですけど、ちょっとね汚れちゃうのは悲しい。綺麗に掃除できないのがちょっとね難点なので、まあ水性の黒で代用できるなら代用したいなと思います。では押してみましょう。こうか、
はい、押してみました。そうですね、私が見た感じでは普通に黒ですね。混じり気のない黒って言ってもいいと思います。よし、では掃除しよう。はい、簡単にですが掃除してみました。結構綺麗になったんじゃないでしょうか。そう見えないかもしれないけど、でもね、めちゃくちゃ綺麗になった気がします。肉眼で見るとね、そんなに汚れはないです。こっちが油性の黒を使った後のスタンプ、比べるとめちゃくちゃ綺麗ですよね。後でクリーナーでもうちょっと掃除しますけど、簡単に取っただけでも綺麗になりました。嬉しい。で、そうですね、インク自体は少し太く出ちゃうかな、べちゃっととまではいかないけど、太めに、水分量多めに出ちゃうかなっていう感じですね。で、こっちが前油性の、で、こっちが色模様の栗色で押したスタンプなんですけど、比べるとまあちょっとだけ押し方によって、私の押し方が悪いのか潰れちゃう感じはしますので、そうですね、練習したらなんとかなるかな。はい、バーサマジックのルードロップは以上です。はい、今日の動画は以上になります。見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。